下の3周年記念でメンバーのフィギュアが出るらしいね。りょうたに教えたら必ず予約するって言ってたよ。なんか同級生がフィギュアになるって不思議な感じがするよね。反応ありか。
こうしてると小さい頃を思い出すよな。荒野しおりちゃんとは小学校入学の時からの付き合いだったっけか。ああ、そうだったな。学校帰りにはこんな風に駄菓子屋で買い食いして帰ったら腹いっぱいで晩飯が入んなくて怒られたりな。懐かしいっつうか、今でもお互いあんまり成長してねえかもな。だな。しおりにしても高校で会った純にしても、いつまでも変わらないものがそこにあるってのはありがたいもんだよな。え？ああ、いや、なんでもないさ。ただ最近そんな風に感じる機会があったっつうか。よくわからねえが、それって例の部活に入ったのが関係してんのか？ああ、それは不思議探求部だっけか。なんつうかメンバーからしていろいろありそうな匂いがプンプンするんだが、ま、立ち入ったりとか野暮な真似をするつもりはねえよ。俺はもちろん、しおりちゃんも純もな。その代わり約束しろよな。男ならやるからにはちゃんとやり遂げるってさ。柊木さんや生徒会長さんたちをしっかり助けてやれよ。亮太。ああ、もちろんだ。ありがとな。水臭いこと言うなっての。
そういや近々古着をまとめて処分するつもりでな。サイズも物によっちゃ問題ねえだろうし、興味があるならそのうち見に来い。さなえさんがお土産をくれたから、今度コウ君のところにも持っていくね。なんと今回は縁結びを祈願して作られた。それじゃあ始めましょう。こんなアレンジ。まあ任せとく。悪くなんだこいつは。任せとく。悪くねえ出来だな。さーてやるか。こんなのはどうだ。それじゃあ始めましょう。やってみます。誰かコウ君の気になる人にあげてもいいかもね。